3D の真ん中にブリオンをつけていきます。これもボンドでくっつけてください。個数に決まりはないですが、大きいところには5、6個ぐらいですかね、つけて、塊でつけていただくといいと思います。これくらいのバランスでブリオンを真ん中につけていただくと、ひし花がとても映えます。で、ボンドが固まったら艶出しを塗ります。他の指にも艶出しを塗ってあげてください。これで 3D の応用を、3色のカラーを使ったひし花のネイルはデザインはおしまいです。で、このようにカラーを使っていただくと、とても華やかに可愛らしい仕上がりになりますので、カラーを使うのもおすすめです。ただカラーのパウダーに関しては、すごく柔らかくなりやすく、固まりが早いので、ちょっと白のパウダーに比べて扱いにくくなるので、いろいろとちょっと練習してからやっていただくといいと思います。いろんな 3D を楽しんでいただけるといいです。終わりです。